プロメテウスは、ギリシア神話に登場する大神で、ティーターンの一柱である。インアペトスの子で、アトラース、メノイティオス、エピメテウスと、兄弟、デウカリオンの父。ゼウスの反対を押し切り、天界の火を盗んで人類に与えた存在として、知られる。また人間を創造したとも言われる。日本語では超音を省略してプロメテウスと表記される、こともある。 ヘルメースと並んでギリシア神話におけるトリックスター的存在であり文化英雄としての面を有する。ギリシア語でプロ・マサヤスと分解でき、先見の名を持つ者、熟慮する者の意である。同様に弟のエピメーテウスはエピ・マサヤスに分解でき、対比的な命名をされている。他にもプロム・ツス・テオスと解釈すると、 人類に神の火を与えたことで神に昇進させたものとの説もある。プロメーテウスはティーターン親族の子であるため、兄弟ともに抗議のティーターンに含まれる。系譜については諸説ある。ヘシオドスの神闘記によるとイーアペトスとクルメンレイの子でアトラースとメノイテオスの弟であり、エピメーテウスの兄となっている。しかしアポロドーロスのビブリオ提携によると、 母の名は、アシアーであり、アイスキュロスの悲劇、縛られたプロメテウスでは女神テミスである。アレクサンドリアの詩人、エウポリオンは、ギガースの王、エウルメドオオンが、結婚前のヘーラーを犯し、プロメテウスを生んだという遺説を伝えている。妻に関してもクルメネー、プロノエー、ヘイシオネー、あるいは、パンドーラーとも言われる。ヤンコシエールの1637年の会が、 火を運ぶプロメテウス。プラド美術館所蔵。ゼウスが人間と神を区別しようと考えた際、プロメテウスはその役割を自分に任せてほしいと懇願し、了承を得た。彼は大きな牛を殺して二つに分け、一方は肉と内臓を食べられない皮で包み、もう一方は骨の周りに脂身を巻きつけて美味しそうに見せた。そしてゼウスを呼ぶとどちらかを 神々の取り分として選ぶよう求めた。プロメーテウスはゼウスが美味しそうに見える脂身に巻かれた骨を選び、人間の取り分が美味しくて栄養のある肉や内臓になるように計画していた。ゼウスは騙されて脂身に包まれた骨を選んでしまい、怒って人類から火を取り上げた。この時から人間は肉や内臓のように死ねば、 すぐに腐ってなくなってしまう運命を持つようになった。プロメーテウスは、ゼウスによって火を取り上げられ、自然界の猛威や寒さに怯える人類を憐れみ、火があれば暖を取ることもでき、調理もできると考え、ヘイパイストスの作業場の炉の中に大海橋を入れて点火し、それを地上に持ってきて人類に火を渡した。人類は火を基盤とした文明や技術など多くの恩恵を受けたが、 同時に、ゼウスの予言通り、その火を使って、武器を作り戦争を始めるに至った。ルカジョルダーノの1660年の会が、縛られたプロメテウス。ブダペスト国立西洋美術館所蔵。これに起こったゼウスは、権力の神クラトスと暴力の神、ビアーに命じて、プロメテウスをカウカーソス山の山頂に貼り付けにさせ、生きながらにして、毎日肝臓を、 トューポンとエキドナの子でもある巨大なワシ、エトンについばまれる攻めくを敷いた。プロメーテウスは不死であるため、彼の肝臓は夜中に再生し、後にヘイラクレースにより解放されるまで拷問が行われていた。その契機は3万年であった。プロメーテウスが、ゼウスが、テティスと結婚すると父より優れた子が生まれ、ウーラノスがクロノスに、クロノスがゼウスに追われたように、 ゼウスも追われることとなるという予言を知っており、それを教えることを交換条件として解放されたという説、逆に横暴なゼウスに屈しないがために、たとえそれが交換条件になろうとも教えなかったという説の両方が説かれている。不死の者がプロメーテウスのために不死を捨てると申し出ない、限り解放されないはずだったが、毒屋に当たって苦しむも死ねずにいた、ケイローンが、 自らの不死を放棄したため、ヘイラクレースによって解放された。また、プロメーテウスの不死は、ケイローンがゼウスに頼んでプロメーテウスに譲ったものとも、されるが、これはヘイラクレースによる解放もとされており、時期が合わない。プロメーテウスが人間に火を与えた神話の後日探については、パンドーラーの神話を参照。ありがとうございます。